今日はね、船売ります動画、遠隔編、県外からの船になりますんで、今日は。で、場所は、香川県坂出市の船になります。ちょっと見ていきましょうか。で、今回はヤマハの FR24、24フィートのヤマハの船外機の150馬力で、エンジンアワーは626時間の陸上保管。浮揚付きなしのアンカーを入れるところですね、これ。で、オーニングは自作で、軽トラ用のカバーが取り付くサイズ変えれますね。だけで三角窓にしてあって、屋根もあって、屋根も上開きますね、2つで。あとは異常なしで、結構この船乗りやすいんで、乗ったことあるんで使い勝手はいいと思います。で、バッテリーね。で、いけすも綺麗ですね。スカッパーが3つついてる。で、収納。あ、ガソリンタンクが横に入ったのか、これじゃけ。あ、制水タンクもついてる。いいね。竿が洗えますね、これで。これめっちゃいいじゃん。20リットルあったら船も洗えるんじゃない？ちょっとだったらね。手も洗えるし、あれなら顔も洗えるし。メーターがそのままになったんだね。そして、キャビンが広いですね、これ。完全に大人が横に2人寝てもいける広さ。道具もいっぱい乗るし、そっから開けて外にも出れる。これめっちゃいいじゃん。中も綺麗だし、すごい。こんな収納があるんだね、これ。で、トイレ？トイレある？トイレある？トイレはない。トイレない。トイレない。トイレないと見せかけといて、法定備品がいっぱい。あ、下にも収納入るね。めっちゃいいじゃん、これ。めちゃくちゃいいね、これ。こんなに広いんだ。釣り道具いっぱい入れますね、この中に。で、トイレがないと思ったらトイレが横にある。入って右じゃね、キャビン。あ、めっちゃいいじゃん。個室トイレじゃん。で、窓もあるじゃん。めちゃくちゃいいじゃん。さすがにここは窓はあかんか。でもめちゃくちゃいいね、これ。トイレほんまあったら助かるんでね。いや、中広いけ、ほんま中でゆっくりできるね。ウォッシャーも生きとるし、ワイパーもダブルだし、エンジンも良好。4000回転で20ノット。3回転で42キロだけ、20ノットちょっとで、魚探もあります。まあ、乗ってる人がね、整備士さんだけ、まあ、全部直せるじゃないけどね、これは。で、まあ、話やり取りするだけで分かるのは、
相当真面目な方だと思います、オーナーさんは。おお、すごいすごい、もう荒ぶっとるじゃん。5000までヒップです。めちゃくちゃスピード出るじゃん。でほんまこれ運転しやすかったしね、この船乗ったことあるけど。もうフラッシングもしてくれてますね。ちゃんとヘッドにツヤがあるね。俺らの洗濯機ヘッドツヤないけど。でこれなんていうかね、あっこあのなんていうかね、チルトンのとこか、あれも綺麗だったね今。あほら綺麗なんで心配はないです。見た感じね、 FR24 ってね、昔知り合いの社長さんが乗っとって、で初めて乗せてもらった時に、早いのと3人ぐらいだったら釣り後ろで全然できますんで、まあ4人でもできるかな。ウォークアラウンドじゃないけ前はいけれんんだけど、釣りに慣れてる人だったら前で上乗って釣りもできますんで、僕はやったことありますんで、それを。であとキャビンが思った以上に広いのがいいですね。でトイレもあるので心配なし。でエンジンも整備士さんがちゃんと整備してますんで、ヤマハはやっぱりエンジン強いんでね、いいと思います。で今回は香川県なんですけど、岡山とか広島の人だったら、まあ四国の人だね、もう上の今治とか松山の人だったら多分普通に乗って帰れると思いますんで、名義変更さえすれば。で陸揚げしとるんで、もう船体も多分綺麗じゃろうし、まあ FR の相場を見てもらったら多分わかると思うんですけど、まあ200万はします。200万状態、エンジンの状態にもよるけど200万前後になると思います。で150馬力初めて乗った FR24 は115馬力のスズキだったんですけど、まあ全然走りも良かったし、4500回転で3人で2022ノットぐらい出たかな。クルージングタイプの船なんで走りはいいと思います。まあ買ってすぐもう即戦力になるような船なんで、釣りでもいいし、クルージングにするにもいいし、屋根もついとるじゃろこれ、魚探もある、トイレもある、で船外機も調子いい。まあソナーとかつけたい人がおったらつければいいし、初めて買う人でも、まあ乗り換えようかなって思う人でも多分全然使える船だと思います。で24フィートあるんで少々荒れても大丈夫です。うん、馬力も150馬力だけどよく走ると思うし、もう今高いんでね、エンジン買おうと思ったら150馬力150万以上するはずなんで、今自分も今115ですけど、ほんま175とかつけたいけど、下200万いっちゃうんで、それだけでとりあえず我慢して壊れるまでは乗ろうと思うんですけど、ヤマハなんでなかなか壊れるのですよ。これはまた自分と同じエンジンですけど全然多分大丈夫だと思います。でまあ中古艇なんでね、まあ保証はないけ何とも言えんのですけど、まあ今回のね、まあ値段を後で言うんですけど、まあ、それプラス修理代って考えても相当安いと思うんで、今回の船は多分早もがちになるかもしれませんので、お早めにご連絡してください。で概要欄からねオーナーさんのアドレスが書いてありますんで、多分すぐなくなると思います今回のは。今回のヤマハ FR24 ヤマハ船外機150馬力お値段が80万円、80万円です。開けた。80万円ですよ。すごい安いです。お問い合わせお待ちしております。ちなみにこれはウォンツで300円でした。200円。200円でした。お問い合わせお待ちしております。ご視聴いただきありがとうございます。動画を見てクスッとしたらチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画はこちらです。こちらもあるよ。